ここまでの時間？ええ、簡単に聞かせていただけますか。我々と別れてからあなたたちに何があったか。闇の書事件が終わって、闇のかけら事件があって、シュテルやユーリたちと出会って別れて、管理局で私は武装隊、フェイトちゃんはホーム、ハヤテちゃんはキャリアの道に進んで、はい、私は戦技共同官、フェイトちゃんは執務官になって、ハヤテちゃんは自分の部隊を持つようになって。それはあなたたちが望んだ道でしたか。挫折も失敗もあったけど、みんな夢を叶えていってると思う。さっきのあの子たち、私たちの職場の後輩なんだ。そうですか。へえ、君らはフェイトに助けられてフェイトんとこの子になった子たちなんだ。大雑把に言うとそうですね。二人にとってフェイトママはお母さんでお姉さん、エリオもキャロも管理局員で立派で強い騎士と魔導士なんだよ。へえ。あ、しまった。なら着替えるんじゃなかった。戦闘装備のままちょっと遊んであげればよかった。遊んでもらいたかったです。ご飯食べたら少しやりましょうか。訓練場使えるところありますよ。いいね、やりたい。レビーさんのスタイルはやっぱりスピードパワー雷神滅殺、三拍子揃ったスラッシャー。代わりに防御系は私より薄いかも。フェイトさんより？それってほとんど素肌で戦ってるような。当たらなければいいの。どうせ防御力じゃシュテルにはユーリにはかなわないし。ユーリの防御頑丈だったもんね。そういえばビビオも硬かったな、防御。セイクリッドディフェンダーがうまく機能してたから。ん？そういう技目、この子が頑張ってくれてるの。あ、シロウサいたんだ。君も久しぶりだな。ビビオはお友達やクリスと一緒に相変わらずストライクアーツを頑張ってるもんね。うん、そうか、ちゃんとやってるんだな。やってるやってる。アインハルトさんも元気だよ。この間大きな大会が終わったばっかりなんですよ。いいところまで行ったよね。大会そういうのもあるのか、いいな。ベビーも出たら活躍できそうだけどね。やってみたいところで、ビビオはなんでレビーさんと対等区長？レビーさんたち、ナノハさんたちの旧友なんじゃないの？あれ？そういえば、なんでだろう？まあ、レビーさん普通にしてるし、いいのかな？以前、アミタやキリエが、あなたたちに説明したことがあると思います。時間の流れは一つではありません。いくつもの分岐点を経て別れてゆき、時にはまた一つになることもある。うん、あなたたちで言えば闇の書事件で夜天の主の融合機リインフォースアインスが事件直後に消滅するか否かが一つ目の大きな分岐点。あ、そして二つ目はあなたたちと我々が出会うか否か。シュテルやアミタさんたちと？ええ、先日ちょっとした次元軸の乱れが発生し、エルトリアで我々と出会う前のあなたたちに出会いました。私たち？あなたとフェイトです。戦闘衣装の形状も違いましたし、その時の記憶が戻らないことから見ても間違いなく別の時間軸のあなたたちでしょう。そうか、いろんな私たちがいるってことなんだよね。ええ、心配だったのは我々があなたたちの未来の主流をあるべき形から変えてしまわなかったかということです。起きるべき出会いのきっかけをなくしてしまわなかったか。我々と出会った記憶の残滓があなたたちの未来への意思に影響を及ぼさなかったか。あまりいいことではありませんからね。自身のコピーが現れて、それが闇側の存在であったなどというのは。SF 系の話は
そんなに詳しくないからわからないけど、私たちはシュテルたちと会ってない世界でもきっと今みたいな感じだったと思うよ。今のような魔法を使いながら大人になって、みんなと一緒に過ごして自分の道を進んでいくって。はい、シュテルと会えて初めて思い出したけど、ビビオとも普通に出会えて、いろいろあったけど今ではちゃんと親子になれた。ええ、一目見てわかりました。それはアミタさんたちが自分たちが来たことの影響が少ないようにって配慮してくれたおかげだし、シュテルたちと会えたことが嫌な記憶や衝撃的な事件じゃなくて、ちゃんとハッピーエンドで終われたすごくいい思い出だったからだと思う。記憶封鎖でお別れだから少しビターなハッピーエンドだったのかもだけど、なんとなく思い出せるたびに嬉しかったしね。大好きな人のために一生懸命なお姉さんたちがいたこと、優しくて可愛いメイシュちゃんをみんなで助けたこと、私たちに少し似てる絆で結ばれた三人組がいたこと、いい思い出だったもん。悪い影響なんかあるわけないよ。そう言っていただけると。それに前にも言ったけど、三人とも別に私たちのコピーではないしね。出会ったばっかりの頃は誤解もあったし、本気でぶつかることもあったけど、結局一緒に戦ったんだし。まあそうなんですが。だから平気。それにしてもあなたに頭を撫でられるというのも不思議な気分です。ほんの3年前まで同じ背丈でしたのに。シテルにとっては3年前でも、私にとってはもう10年以上前だよ。そうですね、背丈も変わるはずです。でも本当に久しぶりに会えてよかった。そう言っていただけるのは光栄です。アミタさんたちのお迎えが来るまではゆっくりしていけるんでしょ。まずはご飯食べに行こう。え、いえ、それはみんなにももうちょっとちゃんと紹介するから。いえ、どうかお構いなく。ダメ、お構いします。シュテルとナノハは貴様らの身内に合流するそうだ。そうか、レビーは大丈夫かな。貴様の身内と仲良くやっておるであろう。相変わらず奴は人見知りや遠慮と無縁すぎて困る。ええことや。ともあれ、貴様らがどんな時間を過ごしたのかは概ね理解した。運命の流れに大きな問題が発生していないのであればそれでよい。お気に、ありがとう。貴様らチリアクタに負い目を作ったままというのが性に合わぬだけよ。そやけど、ほんまに会えてよかった。大人になってもっていろいろ忙しい日々やから、嬉しいことも悲しいことも普段は忘れてることの方が多い。こうして思い出せた時はしみじみ嬉しいよ。別に貴様を喜ばせるために訪れたわけではない、単なる事故だ。くだらぬことで喜ぶな。分かってるけど、それでも。もういいぞ、下がれコガラス。身内のもとにさっさと飛んで行け。あ、待って、私もちょっと王様に相談。申してみよ。王様たちは長い間闇の書に囚われてたわけやろ。不本意ながらな。それやと王様たちが目を覚まさなかった世界、例えば闇の書の闇と一緒に消滅しちゃった世界とかでは、王様たちはいなかったことになるん？そうな。だが闇の種が消え去った世界でも我らが発生する可能性もなくはない。ユーリの持つ永遠結晶エグザミアを覚えているか？うん、なんやすごいパワーの源とか。未だ完全とは程遠い状態だが、星の生命活動に影響を及ぼすほどの強大な力、外部からの攻撃であれを跡形もなく完全に消し去ることなどほぼ不可能であろうな。
ユーリとの対戦はほんま苦戦したからな。断片からの再生に10年や20年、あるいはもっとかかることもあるやもしれんが、ユーリが無事である限り我らも不滅。いかなる運命をたどろうとどこかで目を覚ますであろうよ。そうか。貴様らが何をしてどのように運命を分岐させたとして、我らは我らとしていつかどこかで生まれるであろうよ。そうか、それなら嬉しいな。いや、貴様、我がもともとかなり暗黒面に寄っていたことを忘れてはおらぬか。覚えてるけど、別にそんなに悪いことはしてへんかったし、なんやかんやで丸くなったやん。その運命もきっと変われへん。王様もみんなも身内に優しいエコやから。触るな、どさくさに紛れて抱きしめるな。離せ。まあそれ以前に、我らはすでに時間航行者だ。ここからは遥か未来のエルトリアが我らが居場所。貴様らからすれば十数年前、我らからすれば3年前、その頃から塔の昔に独立した道を進み始めておる。うん。貴様にくだらん心配をされずとも、我らは我らのまま、すでに時の流れの中に存在しておる。そうか、よかった、安心した。それから、はい、借りや負い目を残しておくのも我が誇りが許さぬゆえ一応言っておく。貴様のこのちんまい姿はともかく、貴様から移し取った能力は向こうの暮らしでいくらかは役に立っておる。無駄にストックされた魔法と生活能力がな。ああ、もしかして料理のレシピとかも役に立ってる？我には全くもって不要なものなのだがな。我が家の連中に必要以上に好評ゆえ、今はほとんど我があの家での食事状況を支配しておる。そうか、嬉しいな。私の最新レシピメモに書くから、よかったら持って帰って。いや、アホか貴様は、いらぬわ。うちに寄ってくれたら食材とかお皿とか調味料とかもプレゼントできるんやけどな。あ、お土産持って行ってほしいし、後でデパート寄ろうか。ヤガビセレクトの食材とお土産厳選するよ。もはや突っ込む気力もなくなってきた。おいっす、お話し中お邪魔。あれ、レビィ？どうした？王様とコガラスっちが遅いから迎えに来たの。シュテルンとナノハはもう合流してるし、のんびりしてるとご飯がなくなっちゃうよ。そや、スバルとイリューがおるから、のんびりしてたらオーダーストップになるな。あの二人すっごい食べる。あとビビオも育ち盛り真っ最中や。だからお話一旦中止して、王様もコガラスっちも早く行こう。ち、話はもう終わった。行くぞレビィ。はーい。何話してたの？ん？後でデパート行こうって。いいねー。